新曲のフリーダムで無駄に無敵の衣装ということで、もしかしたら初めて生で見る方もいたりするかな、ファイナル取れなかった方とか、確かに初めて見ないのかな、初めて見る人、はい、あ、いる、そうなんだ、よかった、じゃあぜひね、今日目に焼き付けて帰ってください、はい、してください、ということで、まずその主催、AOP 主催のイベントがそのフォースツアー以来ということで、あら、久しぶり、久々なイベントになっておりますので、今日はね、がっつりとアニメトークをしたり、今日盛りだくさんでお届けしたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。お願いします。お願いします。というわけでいきます。2019年のアニメ振り返り、私のアニデミー賞、はい、すでにですね、2020年も6分の1が過ぎようとしていますけれどもね、今回はすっかりまとめるのを忘れていた2019年のアニメの話をたっぷりしたいと思います。今2020年、そこから去年のやつだね。はい、テーマは私のアニデミー賞ということで、去年のアニメ作品をざっくり振り返りつつ、メンバーオリジナルの各賞を発表してください。はいはいはい、というわけでオイスが出てまいりましたので、オイスね、じゃあ座ります、オイスに座りましょう、オイスに失礼します、オイスにお座りいたします。アニメ…あ、ペペペや、どうした、よしお、いや、アニメデミー賞でね、ちょっとなんかいい感じの雰囲気で、ええ、相づち、ええ、ピーや、ええ、今日メガネだから、ちょっとしばらく会わないうちに、なんか独特な人みたいな、ええ、キャラ独特な人みたいな、私ちょっといろいろ詰め込みすぎて、そうだよね、あの、どうぞ、バレンタインだもんね、そうそう、バレンタインなんでね、どうぞ、進めてください。はい、ということで、まずはですね、去年のアニメ作品を冬、春、秋、嘘、冬、春、夏、秋と振り返ります。はい、まずは2019年の1月スタートの冬アニメです。ドン、はい、わー、こんなに放送してたんだ、こんなにあるのね、すごい ね、はい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 、はいはい、でこれで一部なんですね。ビープロって2019なの？2019なの？ビープロの2期だよね。2期です、2期です、うん、まあ、キラキンがやっと出てきた、そう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 、ね、大喜び ね、まあ、五等分の花嫁とかもそうなんです、ね、あ、五等分の花嫁もなの？一部のメンバーラントもじゃん、一人だけ声でかくない？めっちゃ聞こえない自分の声、ほんと？めっちゃ聞こえてるよ、マジして、うん、みんな聞こえてる、周波数がさ、吸収されてんだもん。あ、なるほど、なるほどね、こんぐらいだったら聞こえるかもしれない。誰誰、こんぐらいで喋れるかな、ちょっとリン、リン、あ、MC だから、はい、頑張って、ごめんごめん、そう、あ、じゃあ続き、4月スタートの春アニメです、ドーン、はい、春アニメさ、ファンクラブイベントでなんかそれぞれプレゼンしたよね、したね、したね、そうだ、プロチュー、こんなにあるんだね、あ、超稼働があるよ、あ、1つ、あ、ほんとだ、鬼滅の刃ってこっからだったんだね、そうそう、わぁ、そっからめちゃめちゃ今、今すごいもんね、勢いが、うん、はい、そっか、次は、では続いて、夏アニメです、ドーン、夏もここでね、チャートみたいなの作ったよね、夏のさ、夏のタイトル一つずつ長くない、長くない、確かに、ほんとだ、ほんとだ、長すごい長い、長いね、夏、ほんとだ、長い、この真ん中にドーンとさ、あの通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃になってきてる、そう、しかも男女に出会いを求めるなら間違っているだろうか、2、長い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 よ、長い、長いね、では最後に、秋アニメです、ドーン、わー、なんか2期が増えてくるのかな、ここら辺に来た、そうだね、シーズン2とかね、ー、ということでですね、めちゃくちゃ早く1年を振り返りましたが、はい、2020、うせ、ペッピーや、ペッピーや、ペッピーや、吉島ちょっと入るのね、まだ吉島、ね、だからね、吉島だよね、うわ、そっか、うわ、やばい、うわ、本当だ、でも、でも、びっくりだ、変な声で言って申し訳ないですね、でも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 、あ、そんなの関係ない、やりたくねえんだろ、やらされた圧がすごい、でも、でも、でも、あー、はい、
ごめんごめん、エボ MC ね。本題に参りたいと思います。失礼